さあ息が詰まって苦しいなら、さあこの窓に来いよ、風を受けよう。ここは横浜、151年風を落とした窓。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、いよいよ煮詰まった放送になってきましたね。煮詰まっちゃうのか。煮詰まってはいないですか。あ、まあ、なんかいい煮詰まった内容の、煮詰まった内容ね、はい、はいはいはい、そうですね、名詞が必要でしたね。なるほど、はいはい、いきなり煮詰まったのかと思って、あ、ちょっと暑いので煮詰まってしまったかなというふうに、それも分かんないでもないけど、はい、頑張って取っつけましたが、そうですね、はい、溶けないようにご注意ください、はい、ということで、ハマッコストリームフロム桜ワークス、今宵もお送りいたしますが、はい、はい、今暑いという話になりました、うん、あんまり言わないようにね、してるんだけどね。あ、そうなんですか、うん、なぜですか。だって暑いのからさ、わざわざ暑いって自分に聞かせる必要はないから、ね、そうですね、寒い、まあ、さすがにね、冷たいとか寒いはね、まあ合わないですけれどもね、うん、あまり、そうですね、自分で追い詰めるようなことをするべきではないかもしれないですよね、はい、気をつけないと思います、はい、ただこの暑い、あ、言っちゃった季節の中でとても熱いホットなイベントがありましたよね。ありました、はい、それはすごくポジティブ、楽しいイベントがもう終わってしまったんですね、はい、早いんですけれども、私もたっぷりと、はい、ご堪能されたことかと思いますけれども、はい、それはもうね、散々この番組の中で、親善大使の方にも言っていいですか、はいはい、あ、どうぞ。横浜開港さん、開港さん、はい、来ていただきましたね、第34回、そうですね、うん、もう数字までバッチリ、はい、何回目だっけ、私32回目ですね、32回目ですね、はい、の親善大使でいらっしゃいましたね、はい、はい、そうですね、もう過ぎてしまう、いやいやいや、まあ、お気遣いなくなんですけれども、うん、そういうことで、うん、実はそこで関わっていた学生の方がいらっしゃるということで、うん、はい、まあ、純さんも、私は2日、はい、ね、あの開校記念日の日に、はい、1日放送をやらせていただきましたが、はい、土日はちょっとね、あの他に、はい、あの都合があったんで、なるほど、その間を、そうですね、もうバッチリと、はい、特別番組として、そうです、今週の火曜日はお送りさせて、うん、そうですね、はい、純さんの、はい、その開校祭からの放送でしたよね、はい、ずっと一人でね、はい、ありがとうございました、なかったからね、はい、はい、まあちょっとここでね、うん、言われてもなんですけれども、はい、はい、何にもということでご紹介させていただきます、はい、今日は神奈川大学放送研究会の佐藤和樹さんと中根彩人さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。開校祭では、はい、放送をされていたということなんですが、はいはい、いついらしていたんですか。自分たちは30日と31日に、はい、あの市民放送局さんのブースにお邪魔させていただきました。あ、なるほど、開校祭は30、31、そして2日とありましたけれども、メインの2日の日はいらっしゃらなかったんですか。残念ながら自分はバイトで潰れてしまってたんですね。あ、すごくプライベートな、はい、なるほど。でもその代わり、うん、そうですね、人体の方々最後ね、はい、来られてましたよね。そうですね、俺はMC とかそういうのじゃなくて、普通にお客さんとして、はい、フィナーレ見させていただきました、はい、ということは花火、はい、あ、どうでしたか。 あれはもう俺ちょっとずっと写真とか撮ってたんですけど、見返すたびに、はい、あ、またやっぱ言葉になんねえわっつって、すごかったですね。ということは今までにも何度か見られて、いや、開校、あ、花火だけはそうですね。ただ、臨港パークの会場から見たのは初めてでした。初めてですか。はい、なんで、はい、あれは花火だけじゃなくって、そうです、ね、光と外から見ると、はい、ちょうど光とかあんまり楽しめないかもしれないですけど、はい、開校祭、臨港パークから見たら一番よく見えるようにできてるんだなっての、ね、今年僕初めて来たんですけど、初めて知りました。じゃあもうハマっちゃいましたか。ハマっちゃいましたね。もう毎年あれだったら毎年行きますね。おお、いましたね。羨ましい。じゃあ来年はバイト入れないようにね。めっちゃ自慢された隣で、ね。いや、私も自慢できますけれども、ね、挟んでしましょうか。はい、ということなんです。サンドイッチ、俺かもね、俺の自慢ね。あ、そうですね、みんなちょっと自慢したいんですけれども。まあまあまあ。まあでも、佐藤さんも30、31日いらしたということで、はい、それは放送されていたというので、はい、何か、
楽しかったエピソードなど教えていただければなと思います。そうですね、俺今回ですね初めてリポーターのお仕事をさせていただきまして、結構いろんなブースを回っていろんな話を聞かせていただいたんですが、やっぱり今まで経験したことがなかったことなんで、結構あの拙い部分とかもたくさんあったんですけど、でもやっぱりこう会場の皆さんがこう温かい気持ちでそういうところをですね迎え入れてくれて、なんかいろんな初めてな体験とかあのいろんなブースがあったんですよ。車椅子、競技車椅子のブースとか、あとはなんか ヨガのブースとかいろいろありまして、そのいろんなことを体験しながら、いろんな体験したんですか。体験してきました。ヨガこんなポーズやりながら、こんなポーズやりながら本当にこうやるんだなっていうのを実感しながら体験しながらですね。大丈夫ですか、声ぶれなかったですか。ああ俺多分大丈夫だったと思いたいですね。じゃあ体感がいいんですね。体感良かったと思いたいですね。素晴らしい。ちょっとこけそうになってましたけど。ああ面白いですね。まあでもやっぱりそういう新しい体験がたくさんできたのがやっぱり面白かったし、なるほど、身になりましたね。あ、今まで開講祭に行かれたことは。お恥ずかしながら俺開講祭の存在を知らなかったんですよ。おということはお二人とも初めて、はい、そうですね、参加は初めて、はい、参加というか客としても初めてだったんですね、はい。まあ、場所がちょっと臨港パークっていうので、まあ、分かりづらい場所でもありますが、はい、どうですか行ってみて臨港パークって。いやもう海があんなに近くにあって、うん、もうとても綺麗な光景、うん、風景でしたね。赤レンガ倉庫とかも近くにありましたし、うん、もう本当に横浜綺麗なところたくさんあるなって思いましたね。なるほどね。まあでもお客様として、あ、今出てきてますけれども、こちらは、どなたのお写真でしょうか。これはの私が撮ったやつです。あ、ジュンさんですか。はい、あ、ジュンさんもお話ししたいということですかね。いやいやいや、はい、どうぞどうぞ。あ、はい、ありがとうございます。まあ、いろんな模様が、ね、あるってことで、まあ、一応背景として、うん、なるほど、あ、こういうのをイベントをレポートされていたということですね。はい、はい、今出ていたのがあグランプリというので、はい、スイーツパラダイスでしょうか。はい、これはありがとうございます。これはすごく盛り上がりますよ ね、毎年ね、うん、食べられました。食べました。あ、はい、どれが美味しかったとかありますか。俺は、はい、あの準グランプリだった、はい、あのチョコのチョコレートサンドみたいな、バニラビーンズ、はい、バニラビーンズのね、はい、チョコを挟ん、生チョコを挟んだやつが、うん、俺チョコ大好きなんで、やっぱりあのチョコ尽くしのあの一品が俺の心をつかみましたね。いや、なるほどね。チョコっていうと、じゃあちょっと疲れていたんでしょうかね。いや、もともとそうですね、元からチョコが大好きなんだと思ったけど、やっぱり結構一日中、はい、あの祭りを見て回ってたんで若干疲れてたところもあったかもしれません。うん、そうですね、なるほどね。あ、これは何でしょうか。いろいろと出店者ですね。二枚のごま油とか横浜ハーバー。ああ、もう名物のね。はい、崎陽軒のシューマイ。はい、なるほどね。まあ、リポーター初めてっておっしゃってましたけれども、はい、でも放送研究会ということなので、はい、まあ、それに似たようなものというのは日頃からされていらっしゃることかと。そうですね、ラジオとかは結構撮ってたりしてるんで、はい、あ、そうなんですか。出たんですけど、じゃあちょっと、30秒ぐらいこの、リポートをしていただくことって可能ですか。はい、いきなり横浜開港祭を行って30秒、お渡しというか、お時間を、はい、お願いしますっていう風に振っても大丈夫ですか。横浜開港祭の魅力について、はい、何か一つ絞って、一つ絞って、それを来年、まあ、じゃあお二人のように初めて行こうかなって思ってる人に向けて、行きたいなって思わせるように開港祭をリポートしていただけますでしょうか。はい、その間にちょっと純さんのトークを、ね、はい、はい、聞かせていただきたいと思いますので、準備時間を上げる、準備時間ですね。何分準備だっけ。1分、はい、1分、まあ、1分ぐらいのじゃトークして、ね、はい、30秒ほど、うん、なんかタイマーとかございますか。ありますよ、はい、ね、ありがとうございます。私が測ります。はい、まあ、きっちりじゃなくてもいいです。大体、うん、ね、きっちり1分、はい、ますよ。いやいやいや、まあね、30秒って大体こう就活の自己 PR とかでもありますからね。今のうちから鍛えておきましょう。予行練習ですね。はい、じゃあ今は1分でいきましょうか。はい、はい、よーい、スタート。はい、ということでね、開講祭もね、うん、本当にね、今年はね、うん、まあ、いつも同じ定番のメニューって結構あるんだけど、うん、あのやっぱりこう新しい試みね、はい、今年はあの例えばあのファンディング、ファンディング、クラウドファンディングがあったりとかね。どうだったんですかあれ。ね、でそれ、そう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 。行きたい。
でしたね。指輪のプロポーズ、はい、どうだったんだ。何十万何万人の前の人のプロポーズで、はい、ドキドキみんな手に汗を握りながら、はい、まあ、もちろんで、もう汗かいてますね。まあ、MC の人に呼ばれて、はい、女性の人がやってき上がってきたんだけど、はい、もう何が起こってんのっていう感じで入ってこられて、はいはい、それでいざプロポーズが始まりました。ストップ。あ、まだ1分経ってないって、はい、経ってないですよ。言ってから結末が、あ、結末ね、はいはいはい、はい、ということで、はい、その結末については、はい、ね、お二人の PR の後に、はい、後にとっておきます、お届けしたいなというふうに思いますけれどもここまで引っ張るかみたいなね、はい、はい、ということでちょうど1分経ったんでどうぞどうぞ。じゃあどちらから。俺は大丈夫やで。俺も大丈夫やで。お、素晴らしい心構え。かぶんなければな。前置きはいらない、はい、あ、ごめんね。そしたらでは先に喋っていいよ。かぶりそうで怖い。じゃあ中根さんからお願いします、はい、ですね、今回初めてリポーターというかメイン MC として僕はずっとブースで関係者の方々をお招きしてお話を伺いしてたんですけれども、こういうお祭りに関わってる方の裏側をちょっと見ることができてですね、関係者の方がもう情熱的にも語ってて、あ、こういう人がお祭り作ってるんだなって思ったら、もう話聞いてるとだんだんもうお祭りが好きになってって、初日来た時と最終日とでは全然印象が違いました。はい、ということで、ま、あ、なんですかね、すげえ体験ができたなと今になってはしみじみ思ってます。ぜひ来年も僕はどういう形でか分かんないですけど、お客さんかもしれないですけど、ぜひ行きたいと思ってるので、はい、いいお祭りでした。はい、ちなみに40秒です。はい、はい、何よりもですね、私が感じたのは美人が多いことですね。親善大使の皆さんも本当綺麗な方々ばかりで、しかもステージイベントで踊ってるね、女性陣の皆様の美しいことなんと本当にね、言葉には尽くせない感じでした。さらに今回は電波組の皆さんまでお越しになられて、素晴らしい歌と踊りを見せていただいてですね、本当綺麗どころがたくさん揃った祭りだなと思いまして、俺は本当に心が満たされました。そんなお祭りだったと思います。はい、ぴったり30秒です。おお、藤井さんどうしますか、どちらの方採用しますか。ちなみにね、うん、でも、うん、イケメンもいたんですよ今年は。あ、そう、どんな、スイーツ王子。へえ、今年はねすごいイケメンがやってきたと思う、ね、すごい。ハンカチ王子じゃなくて、ね、ハンカチ王子、スイーツ王子だからね、イケメンもいたということでね。なるほどね。じゃあもし私だったらイケメン推しで30秒言うかな、うん、っていうふうに思いますけどね、うん、なるほど。あ、これ何、うん、評価するわけ。あ、いや点数をもらえるんですか。点数じゃあ。じゃあ点数はね、ディレクターの小泉さんの方から、ね。あ、じゃあお願いします。はい、どうぞ。はい、天の声の小泉さんどうぞ。はい、小泉です。はい、手短にね。はい、手短に、はい、自分もですね、参加して、31日一緒にいたんですが、2人ともとってもよく頑張ってくれました。ありがとうございます。で、じゃあ、一応ですね、まあ中根くんの方はちょっと時間オーバーしちゃったということで、残念ながらもうちょっと修行をしていただきたいということで、はい、頑張ります。80点、ね、単位は取れてる、ね、おお大学生にとっては大事なことですね。そう、ラト君の方はもう30秒ぴったし、熱く語っていただきましたから95点。おお、あと5点は、あと5点はですね、もうちょっと落ち着いてもいいかなっていうのかな。これぐらいパッションがあってもいい人は、パッションもあってもいいんですけど、ちょっと、はい、その勢いに任せすぎだったかなっていうところ。申し訳ないです。どうも好きなことを話すとこうなってしまいまして、そうですね、精進します。まあ男子ですからね、まあね、美人には熱いですよ、ね、美人には、ね、熱いけどね。ただね、難しいですよね。私もきっと1分ぐらいベラベラ超えちゃうと思いますけれども、なんかじゃあもう普段からやってるんですか、その常にこうタイムキーパー持って30秒みたいな。さすがにそこまできっちりした修行をしてるわけではないんですけど、やっぱり結構ラジオをたくさんやってるんで、今回はうまくその普段のなんか練習ではないですけど、普段やってることの成果が偶然出てくれた感じですかね。素晴らしい実力発揮ということですね、はい、また来年もね、はい、ぜひ、はい、ぜひね、美人美男子、うんうん、美人美男子、美女美男子がね、うん、いらっしゃることかと願っております。はい、今年からですね、はい、人大の放送研究会の人たちに、はい、手伝ってもらってますので、来年はまた後輩たちが、はい、もっと頑張っていただけると思います。なるほど、はい、じゃあそちらもぜひ楽しみにさせていただきたいと思います、はいはい、ということで、ご出演、ちょっとの間でしたけれども、
はい、すごく喋っていただいて、はい、すごい私も頑張らなきゃなっていうふうに思いましたので、はい、また引き続き部活、は続きますか。もう少し俺らは続くかな。今年夏ぐらいまで。夏ぐらいまで、はい、じゃあ夏ぐらいまでね、全力疾走で頑張っていただければなと思います、はい、頑張ります。今日は、人材放送研究会佐藤和樹さんと中根彩人さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はというふうに締めてしまったんですが、はいはいはい、またまた、ゲストの方がいらしていますので、その方をお呼びしたいと思います、はいはい、今回のね、うん、このゲストの方々はね、うん、またまあ、もちろん人材のお話とはちょっとまた別のテーマということで、はい、そうですよね、はいはい、で、私は会うべく人というか、うん、昨年本当だったら会っていたはずの方なんですけれども、うん、はい、やっとお会いできましたね。はい。ということで準備が整いましたのでご紹介させていただきます。はい。はい、引き続きまして日相ピュア株式会社の代表取締役社長の宇田川俊康さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本当はね、昨年のちょうど今頃、47回、はい、そうですね、来て、ちょうど丸々1年、1年経ちました。ああ、嬉しいです。ありがとうございます。はい、何か今日はすごくいろんなものを持ってきていただいて、そうですね、はい、例年この時期になりますと、はい、サマーのですね、はい、ギフト関係をね、うん、また毎年新しくアソートし直してね、うん、はい、お客様に紹介するんですけど、はい、今日もまたその辺のご紹介をさせていただいたというふうに思ってますけど、はい、なるほどね、わかりました。まあ、もしかしたら今日初めて、昨年は見たことなくて、うん、今日初めてですね、日相ピュアさんという会社をこう初めて知る方もいらっしゃると思うので、はい、簡単にというかこうご説明いただけますでしょうか。はいはい、我が社はですね、はい、2007年に創業しましたけれど、はい、新横浜の方で、はい、特例子会社、障害者の方々とお仕事をさせていただいています。はい、現在74名の障害者の方と一緒にお仕事をしています。はい、確か去年のこの時期は69名ってご紹介したと思うんですけれど、はい、また今年もですね、増えましたね、はい、新入社員の方増やして74名の方々ですね、うんうん、はい、一緒にお仕事をさせていただいています。はい、なるほど。それで8年、丸8年ぐらいですかね。はい、すごい。その障害者の方とはどうやって一緒にお仕事されてるんですか。はい、そうですね、はい、当社の場合にはですね、障害者の方々、うん、まあ、いろんな特性を持ってますんでね、はい、その方々に合ったお仕事を数多く、はい、展開させていただいているということです。はい、まあ、一般的に障害者の雇用の会社っていうと、はい、どちらかというと彼らの特性に合わせて一業種一特化って言いますかね、例えばクリーニングならクリーニングだとか、それから、まあ、パン工房を作ってとかね、はい、まあ、それはそれで素晴らしい事業だと思うんですけれど、やはりそれにそのお仕事に合わなかったらそれじゃどうするのみたいなところがあったりしますんで、やはり74名いればそれぞれの個性がいろいろあったりして、いいところ、まあ、もちろんね、はい、なかなか難しいところもあったりするんですけど、はい、そのいいところをこう見つけてやってその人に合ったお仕事を、はい、展開するということで、当社の場合にはですね、はい、まあ、今13業種ぐらいですかね、へ、いろんな仕事をさせていただいています。まあ、大きくは、まあ、事務系の受け負いの仕事、例えばパソコンの打ち込みだとか、はい、いろんな資料作りだとか、はい、それからあとはものづくり系、計算業って言いまして、うん、細かいですね、はい、作業のお手伝いをするだとか、うん、それからあとは高齢者介護施設、うん、外部のですね、はい、そこの清掃だとかですね、そういうお仕事もさせていただいてますし、はい、それに合わせて当社の基幹商品である、はい、先ほどありました、はい、ハーブティーのですね、うん、製造加工みたいなことを、まあ、大きく分けると4つぐらいですかね、うん、そういうお仕事、そんなにたくさんのお仕事をさせて、はい、出ていますけれどもね、はい、ハーブティーを扱っていらっしゃるのには何か意図が
あるんでしょうか。そうですね、はい、そういうわけで私どものは一般企業のメーカーさんとは違って、はい、バックボーンになるような大きな仕事はもともとないんですよね。ですからやはり機会になるお仕事を探さなきゃいけないということで、まあ、縁があって、はい、たまたまですね、はい、このハープティーを見つけたんですね、はいはい、それで、まあ、2008年からこのハーブティーを実は作ったんですが、これねすごいパックも可愛らしいですね。というんですけど、はい、頭これなんですよ。へえ。そう。中身は一緒なんですけどね。あ、はい、でも正直やっぱりこっちの方がいいですよね、はい、目に。で、まあ、ハーブティーっていうのは当時、まあ、2008年頃から もちろんね女性の方を中心にしながらね、うん、結構市民権やってたんですけど、うん、まあ、なかなか男性はどちらかというと、まあ、私なんかもコーヒー、はい、紅茶なんですけど、うん、そっちの方に行きますよね、うん、まあ、酸味とかね、あ、そういうところはちょっと苦手かなっていうことだったんですけど、うんうんうん、ある方にこれご紹介いただいた時に、はい、これ飲み口が非常にね、うん、非常に良くて、はい、それとちょっとごめんなさい、これ香りがね、すごい、あ、香りもお届けできれば、はい、あ、すごい、そうですね、お花畑にいるような、はい、本当に匂いがもうたくさん漂っています。でこれハーブティーが3種類なんですけれど、はい、3種類もあるんですね、はい、種類、そしてその中で大体8種類から10種類ぐらいのですね、ハーブとブレンディングしてるんですけど、はい、まあ、なかなかそれだけの数をねブレンディングしてるものがないと思うんですよね、はい、うん、それと合わせてこれはですね、こちらですね、紅茶だったなんですよね。あ、茶色だから紅茶色なんですね、はい、そうなんです、ウバ茶なんですよ、ね、うん、でこれ単独の紅茶なんですけど、はい、なおかつ当社の場合ね、このハーブティーにこの紅茶をブレンディングしてる。ですから今の香り立ちのところはこのウバ茶のまさに香りなんですね。それが飲み口をこう良くしているところもあるんですね。なるほど。でそれでなおかつですね、これ香りがいいじゃないですか、はい、彼らが仕事をするのにね、まさに仕事の中でその癒しにもなるかなっていうようなイメージとなりますね。それから、はいはい、ブレンディング作業そのものがね、からでも十分できるんじゃないかなというところからスタートして、なるほどね、はい、今まさにね、癒し、うちの中心になっている商品になってます、はい、あ、そうですね、ちょっと私たちも癒しが欲しいなということで、はい、そろそろちょっと喉乾きましたね、はい、熱いことでずっと喋っていますので、はい、お茶出てきたら嬉しいなと思ったら、はい、あ、ナイスタイミングです。 ありがとうございます。どうしましょう、ありがとうございます。今、ご出演いただいていらっしゃいますのはサーバントスタッフの吉田さとしさんですね、はい、こんにちは、こんばんは。はい、さとしさんは、昨年ご出演いただいて、社長にも、はい、お茶を、あ、そうですね、お失礼しました、はい、あ、またちょっとさとしさん去られましたが、さとしさん何回か出てるでしょ。そうなんですよ、もう準レギュラーとして準レギュラー、はい、そのままのさ、ご活躍していらっしゃいます、はい、ところがうちの社員なんだ。あ、何を隠すの本来はね、どうしましょうか。マコストこの時間に何をしてるんですか。あ、ね、ちょっとってことなんですけれども、はい、じゃあ早速、持ってきていただいたので、ちょっと一口飲んで、はい、一口いただいてもちょっとなんか、はい、じゃあいただきます。あ、すごい香りもいいですね、はい、いただきます。ちょっと何か感じません。すごいさっぱりとしてて、はい、飲みやすくて、はい、なんですか、でも甘さもなんかあって、そうですね、はい、これ実はですね、あ、ごめんなさい、うん、酸味がそんなに気にならない、はい、先ほどご案内したこれが今まで従来のですね、はい、定番の商品なんですけど、こちらですね、はい、従来の商品です。去年から今年にかけて新製品をねいくつか出したんですけど、うん、こちら新製品です、はい、可愛らしいですね、ここお花柄で。そうですね、はい、はい、今日ですね、今お飲みいただいているのが、はい、アップル、あ、こちらか、はい、アップル、はい、これをこの夏、はい、新発売する、おこれから予定なんです。あ、これ新発、はい、はい、もう飲んでしまいました。いい、やったー、飲んだ瞬間にリンゴが広がりました。そうですよね、はい、でもちょっと後から言うのずるいです。リンゴ好きなんだずるいって思っちゃいますけどね、うん、はい、あ、リンゴ、なんか果物の、そうですね、そうですね、リンゴですね、うん、なんか味覚が、はい、もうやめますけれども美味しいですね。加藤さんね、うん、これ
これで最終的な出来上がりじゃないですか、はい、一つのね個装としてね、はい、ここまで出来上がるのに何工程ぐらいかかってると、10工って、まあいい方だね回答って、うん、そうですね実はねこれ、はい、ここまで上がるのに23工程、そんなに、はい、わそれだけあの彼らが手作りで細かくですね、はい、作業をすることによってこの商品の付加価値を出しています、はいまあ、あの経営側からするとね、はい、本来経営効率は悪いですよね、はい、今特に機械化でね、はい、もう商品作れちゃうわけですから、はいはい、でもやはり彼らの特性っていうものは例えばこれ一つ作るのにできる仕事とできない仕事が結構あったりするんですよね、ですからそういう意味では細かく仕事の作業を区分けしながら彼らが全て、まあ、74名いれば74名がねこの作業に携わるしてるんですね、はい、なるほどね。で、はい、今年は、はい、去年から今年にかけてこれ3つ実は作ったんですけれど、はい、まあ、本格的にもともとはこういう商品からスタートして後にこれ、はい、ここまでね、はい、これは正直言ってうちみたいにあの宣伝費がないところでも予算かけてこれ作り上げたんですよね、はい、まあ、次の新製品を出すのに、まあ、ここまではちょっとできないんでこれに準じたもんですよねパッケージはね。あ、そうですね、うん、ところが、まあ、特徴を出すというかね付加価値を出すためにこういうシールをきれいに作って、はい、ここに彼らのまた作業は一つ加わってるんですね、はい、だからここまでできるのに同じように1工程加わってから24工程なんです。なるほど。ただしですね、はい、これ3つでもそれぞれの工程にいろいろと彼らの手が加わってる部分で苦労があるんです、はい、これ先ほどのねこれアップルですよね、はいはい、アップルです。それからもう一つこれがジンチャ、ジンチャハーブですから、まあ、葉っぱですよね。あ、はいね、はい、それから、これがクールミント、ね、でクールミントにはねこちらうちの前に全部あの中に入っても書いたんだけど、はい、カモミールフラワーって入ってる。カモミール、あーというハーブティー、はあはあ、ハーブがね、カモミールの花ですね、はい、花をドライにして、うん、ま, さまさに花なんだよね、葉っぱと違ってハーブじゃない、ハーブだけど、まあはい、要するに形として、うん、その、はい、花ということは、はい、ここにね、うん、同じようにブレンディングするのに、うん、まあ、いくつブレンディングしてもこう平らにできるじゃないですか、うん、でも、うん、でこちらは少し形があるものが入ってるんで、はい、デコボコ、じゃちょっと触らせていただきます、うん、あ、本当だ、結構厚みがあるんですよ、ありますね。で問題はそうすると、うん、はい、シールをこれ貼るんですよね、はい、まさに彼らの作業なんだけど、うん、どういうことが起きるかっていうと、はい、こちらは割とね平らだから貼りやすいですよね、貼りやすい、おっしゃるとおりですね、はい、ところが凸凹があるからよくあるようにほら空気が入っちゃう、こう跡がついちゃいますよね、凸凹の、うん、じゃあすごい技術。でもご覧いただいてどうですか。ないですね、そういった跡だったり、ね、うん、はい、まあ、この辺に彼らのやっぱ仕事に対する特性があって、それ丁寧に一つ一つね作り上げるということですね。素晴らしいですね、うん、確かにちょっとこう気が抜けたらできちゃいますし、そうですよね、はい、じゃあそのまあ真摯な思いがこちらにこもっている、ね、ということですよね、はい、で、まあ、はい、私どもの考え方がね、はい、やはりまあ、はあの障害者が作っているハーブティーというより、はい、まあ、このハーブティー美味しいねとかね、はい、今のお話の通りデザインがいいねとかね言っていただいて、はい、裏を返してみたら、はい、リソピアっていう会社が障害者を雇用してて、はい、一つ一つこれ障害者が作ってるんだっていうね、う、まあ、まずは商品ありきですね、はい、まあ、そういうところからスタートしてますんで、はい、まあ、彼らがね一生懸命こう作ってもらってるところをね、はい、市場性を高めて、うん、いろんな形でご案内できればなということで、ですからまあこういうところをね、はい、ご紹介いただきながらね、はい、見させていただいて、はあ、すごいですね、そういった、ね、まあ、会社の魅力というのに、うん、迫っていますが、今このように改良され、改良されたというのをおっしゃってたんですけれども、はい、今日あの改善提出用紙提出箱っていうのを、はい、持ってきていただいているようなので、はい、そちらのご説明していただけますでしょうか。どうぞ。あ、実はですね、あの、はい、実際現場で働くあの障害者スタッフですね、はい、あのニストピアではチャレンジドスタッフと呼んでるんですけども、はい、そのチャレンジドスタッフから仕事してて自分たちがこうした方が作業がしやすいとかこう直した方がよりいいものができるっていうね、はい、彼らの言葉から
あの意見からですね、はい、彼ら自身がそういった改善できるようなこういった箱を実は、はい、現場の方に置いてます。今年からですか？そうですね。置いてど、はいはい、一般企業さんでも業務改善提案とかあるじゃないですか、はい、聞いたことあります、はいはい、あのその障害者の社員から自ら気がついたことを出してもらうということなんですね。実はあの先ほどご案内したように今こういうハーブティーだとか人脈系の受け入れ仕事以外にものづくり系のお仕事が結構多いんですよね、はい、でものづくりの系の仕事もそうですしこの、まあ、ハーブティーもそうなんですが、うん、一つの工程要するに流れ工程が決まってて、うん、そこでね彼らがそこの一つ一つの工程に携わってものが出来上がるんですね。でそれには一応決まりがあるわけですよ、はい、ところがその決まりがあることをあのいい意味でね打破しようとする社員もいるわけですよ、はい、アイディア、うん、ところがやはりその段階では一つの工程としての順番だとか決まり事があるんで下手にですね勝手にそこで作業をしちゃうとミス、うんでも彼らがそういう気持ちを持っててそういういいアイデアがあるんであれば、はい、まずは出してもらって、うん、それを会社全体でね、はい、改善すればまた全体的に、ね、確かに、うん、一人で溜め込むのは良くないですけれども共有するってことで改善できます、ね、はい、一人で溜め込むのは良くないということと一人で勝手にやれちゃうと、うん、当社の場合にはなかなかきちんとした形が崩れてしまいますもんね。だからそういうことをですね生かしてやる機会を持つということで改善、うん、去年の下期からかな10月からやってうちその74名いますでしょ、はい、でともかくはもう全員がともかくチャレンジして出すということなんですけど今90件ほどそんなに出てくるんですね、まはい、出てきましてね、はい、で事例としてなかった、そうですね、はい、例えば台車で書類を運ぶとき、はい、よくビルなんかで OL さんがやってると思うんですけど、はいはい、たまにドラマなんかでその書類をこぼしちゃったりとか、はいはい、ありますよね。そんな中ですね、はい、実際もう売っては何でしょう、ご用意いただいてるんですね、うん、あすごい見えますかね。じゃあちょっとカメラに、はいはい、寄せていただけますか。まあ、実際書類がこぼれたりとかあるんですけども、障害者スタッフの意見からですね、じゃあこれはいい使って書類を固めてみたらどうなんだろうと、うん、まあ、ボックスをなかなか我々だと普通に思いつかないですけど、はい、運べばっていう意見が出るんですけども、はい、実際現場で働いてると彼らから意見が出てきたっていう、はい、あここまでも思いついちゃってそうですねってことですね、はい、ただこぼれるじゃなくてそうですね、あ素晴らしいです、ね、そうかよくこぼれるからどうにかしてくれっていう意見って結構ね、はい、出ますよね。答えまで出して、はい、こういうことがしてみたい、はい、そういった意見を言うのが、うん、あの箱になってるんです。いろいろ考えられてるんですね、はい、そのといっぱいいろんな、ね、アイデアが出てきて、はい、それは具体的な改善につながってるんですけど、うん、これ実は2つ私の悩みがありましてね、はい、彼らからその改善案を出すということが1つと、はい、それからこれをですね改善提案書に書面に落とす作業があるんですよ、はい、ただ行動で言ってるんじゃね、はい、それをきちんと書面で落とすということ自体も彼らは一つ勉強になるし、しかしそれを自分自身でね書こうと言ってもなかなか書けない子も正直あるわけですね。それを支えるのは彼ら、はい、要するに分かるように書類に書かせる、まあ、書いてもらって提案書にするということでね、まあ、サーバントスタッフとのコンビネーションで一つのね提案ができるみたいなところですね。だから彼らはまた大変ですよね。要するに障害者を指導ある意味では指導しながら一つの提案書に作り上げるみたいなところがね、はい、でもその過程自体、ね、それが上がってくる過程自体がもうそこでコラボレーションになってて、そういうことです、改善になってますよね。普通だったら例えばこうご意見箱みたいなのがあって、はい、それが出てきてどっかの委員会に集まってきて、はい、さてどうしようかっていうことなのに、はいはい、いやすごい、それもなんかそういったものをもう一度出していただけます、ね、うん、これも何か商品になったりっていう展開になることはないんですか？初めからなんか台車につけたりとか、うん、ね、はい、そういったのも商品も出たりとか、これね、はい、障害者の方限らずあったら便利ですし、はい、っていう、はい、何より彼らがそれで自分がやってる仕事について考える機会ができる、そこまで真剣に考えてるっていうことがやっぱり重要なんじゃないかなと、うんうん、なるほどね。実際に商品になったものっていうのはないんですか？
実際は、まあ、こういったあの中でやってる作業なんで、こういった工夫、自分たちのやってる作業がしやすくなるように、また安全な作業ができるようにっていう、こういったあの改善案になってるんですけども、ゆくゆくはそういったのもできるとすごくいいですね。ぜひ外にも発信していただけたらなと。半券取ってね、そうですよ、ねえ、何ですか、改善提案用紙から出た、はい、いいね、アイテムということで、はい、じゃあ次の出演は新商品で、新商品で、改善提案用紙からっていいですね、はい、素晴らしいことです。なかなか我々でも自分の仕事を深く考えるって機会はなかなか難しいと思う、はい、日々の仕事に追われて、でも自分あの障害を持っている人たちが自分の仕事をより良くしようという、はい、そういったところは、はい、でも90件も出てくるってことは、やはりそれだけ皆さん思っていることがあったんですね、うん、そうですね、はい、それをじゃあそうやって書ける、はい、まあ外に出せる機会があるっていうのは、ね、はい、そうですね、すごい良かったんじゃないかなって、すごくいいきっかけにはなりましたよね、はい、じゃあ働きやすい環境を作ってあげてるというか提供しているってことですね。その辺がまあ支えるという、支えるっていう、じゃあいいこうコミュニケーションが取れていることかと思いますけれども、ものづくりへのこだわりっていうのは何か。そうですね、ものづくりで非常にあの重要なのはあの、はい、やっぱりあの良品、まあ、不良品である良品を、はい、まあ、決められた期間に決められた数、はい、決められたところに納品するっていうのが、はい、まあ、決まりなんですけども、はい、まあ、ものづくりでやっぱりあの彼らに教え込むときに、はい、あのこうやってああやってて、やっぱりなかなか言葉で説明してもなかなか理解しづらいっていうところがあるんですよ。はい、はい、まあ、ものづくりの基本はね、はい、QCD というようにクオリティコストデリバリーですよね、はい、で当然あの相手さんがあってそこにね、はい、依頼を受けた商品を作って納品するわけであるから、はい、まあ、あの基本的には私は常に言ってるのはスピードアップ、はい、まあ、この納品が ね、 あの例えば1週間かけて納品しなさい、うん、してくださいっていうところを、はい、まあ、1日でも前倒しにして、うん、納品するということが一つ、ただしそこで質が落ちるんじゃ困るということですね、はい、そうすると彼らのやっぱ持ってるものを生かしながらいい商品を、ね、はい、作り上げなきゃいけない。しかし74名いればいるほど、うん、それぞれの、ね、社員によってはね、はい、なかなかね、はい、あのできない人もいる、はい、ということで特に彼らに対しては誰でもできるようにやるのがジグを使うってことなんですが、一つの事例として、はい、何ですか、マジックですか。実はですね、この紐、はい、紐をですね、はい、結び目を作って、実際これ結びありますね。はい、ここを、ね、ここの長さを 1.2 センチにしてくださいと結んで、うん、実際結んでみてください。うん、はい、1.2 センチ結ぶ、これを、はい、こっちでいかがですか。はい、その1センチ2ミリ。え、わかんないです。普通にこんなもんですか。でまあ大体そのぐらいかななんて思うんですけども、はい、じゃあちょっと測ってみましょうか。え、怖い測ってもらってます。はい、どうですかね。全然足りてないですね。ここにしてる、全然足りてないですね。あらま、はい、実はこの作業を彼らにしてもらうときに、はい、こういったあの定規、はい、はい、要はジグっていうんですけども、はい、こういったものを作りました、うん、でこちらのあの黒い方、これが4センチあるんですけど、はい、ここで結び目を作ってくださいと、うん、結び終わったらこっちであの検品してくださいと、はい、例えばこれ一つあるだけで彼らが戦力になるんですよ、はいはい、この道具一つで、うんうんうん、これによってあの商品のクオリティの、あの高いもの、均一なものができていく、うんうん、まあ、こういった軸を考えるのがあの私たちサーバントスタッフ仕事になってます。へー、すごい。そんなものすごい感覚を持っていらっしゃるんだなっていうふうにやってみて思いました。はい、要するに能力、スキル、それぞれやっぱりばらつきがありますからね、はい、これ一つあることによって、まあ、10人いれば10人同じように結果が出せる、うん、そういう工夫をしてやったりサポートするのが我々の仕事ですよね、はい、それで、まあ、障害者だからということであっても、はい、その企業、私ども企業ですから、はい、戦力になるということですね。いかにその戦力にするか、うんうん、それが最終的にお給料にバックしていくわけですよね、うん、なるほどね、まあ、そういうものづくりをねされてる中で、例えばその、まあ、お茶だけじゃなくって、うん、いろんなその他の企業さんと の、はい、あの一般企業のね、そうですね、コラボレーションとかもやられてて、その中であのやっぱりこう
ね、あの社員の方々がやっぱりこう頑張ってらっしゃる。そうですね、あのお仕事をいただいているのはよく最近いただいているのは子供用のマスクを作っているんですけども、はい、多分スモールサイズ、そうですね、はい、多分浜っ子ストーリーも読んでたあの野村さん、ウッピースタイルの野村さんから、はい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 、いただいている仕事なんですけど、はい、実はあちらで販売している子供用のマスクはニッソピアで作っているんですよ、はい、そんなコラボをされていると、はいはい、かわいらしいですね、はい、こんな模様が。ガーゼマスク、今持ってガーゼマスクって最近すごい見なくなりましたよね、うんうんうん、でもやっぱりガーゼマスクって言うとエコーですよね。エコー、後ほどねお二方にもプレゼントしようと思うんですけど、嬉しい。これがうちのハーブティーがね、はい、3種類4種類入ってる、はい、女性にも人気なんです。これそのもの全部手作りなんですよ。袋も、リボン、袋をこれ買ってきたわけじゃないですよ、はい、これ全部カットするのもそうだし、綺麗、はい、こここの縫製があるじゃないですか、はい、これも全部うちの縫っていらっしゃるんですね、はい、障害者がすごい、はい、細かい、見えますか、はい、細かくよれで、これをですね、野村さん、ね、全部だよね、はい、見ていただいて、はい、あ、こういうことができるんであれば、こういったあの縫製作業でこういった子供用のマスクですね、はい、はい、今マスクが映ります。はい、はい、こういった子供用のマスク、かわいらしいですね、はいはい、というようなコラボがね、できるようになって、要するに野村さんのところからお仕事を、ウッピーさんの方からお仕事をいただくということですね、はい、なるほどね、よくわかりました。みゆきさんとね、うん、どういう関わりなのかっていうのをずっと思っていたんですけれども、はい、やっとすっきりしました、ね。一応仕事すな感じ。ああ、まあそうですね。飲みなわけですね。私もわかりました。まあそんなのあったりなかったり。ああ、そうなんですか。ちょっとはい、垣間見えましたけれどもプライベート。なるほどね。でも子ども向けだったら、そうですね、幅広い方々がこう携わっていらっしゃるんですね。そうですね。ピアで実際この子ども用のマスク、はい、野村さんのところはですね、はい、実際生地は子育てのママさんが裁断してるんですよ。へえ、はい、その生地を障害者スタッフが縫っている、はいはい、だ子育てママさんと障害者スタッフのコラボ商品なんですよ。へえ、実際にこう面と向かってこうお会いする機会っていうのはあるんですか、はい、あ、野村さんと、いやいやいや、ママさんと障害者の方と、あ、ウッピーさんのスタッフとしてイベントなんかでお会いすることはありますね、はい、あ、はい、じゃあ、製造する方と、はい、まあでもそっか、両者製造されてますよね、はい、そうですね、売るか、はい、売る側の方とっていうので、お会いして、はい、じゃあそこコミュニケーションが取れているというわけですね、はい、なるほど。他にもそういった一般企業向けのっていうのは何かされていらっしゃるんですか。そうですね、はい、ありますか、あとは、はい、ものづくり系の方では、はい、工業製品のね、はい、なんていうのあれ、例えばスマホとか、はい、タブレットに入っているタッチペンですとか、はいはい、そういった中の小さなスプリングですね、はい、実は弊社のニッソピアの障害者さんが、はい、実は手作業で検品してるんです。へえ、そんなあんなもちっちゃいの、はい、手作業、あ、出てきますね、下の、はい、下の左から2つ目ぐらい、左から2つ目、はい、あの辺もそうですね、あの作業は本当に我々目で見たって全然わかんないですよ。すごい、それを彼らピタッとね、そうですね、もう一部の何かこうなくなってもわかんないですよね、はいはい、探すのなんてもう正直この検品のスキルに関しては、はい、もう我々は全然上なんじゃないかなと思う時あります、はい、いや素晴らしいですね、うん、いや本当にこうやって細かい作業なかなかできないスキルを持っていらっしゃるっていうのはもう尊敬しますね、彼らはやっぱ特性として根気よく、はい、まあ、辛抱強く言われた通りにこう作業するっていう特性があるんですよね、はい、そこが今ああいう、ね、お仕事に生きてくる、なるほどね、我々飽きちゃうから、うん、座ってるだけでもね、恵まれすぎてるというか、そうそう、こういろいろと手につかないっていうか、うん、ありますよね、ありますね、一つのことがまだこう最後まで終わってないのに、はい、あ、こっちどうだったっけ、こっちだったっけってね、映りやすいですけれども、
まあ、じゃあ最後にその障害者の方っていうので、はい、あの前に以前あの TED っていう動画サイトで私はですね、うん、障害者の方のスピーチを拝見したんですけど、なんか障害者だからって言ってそのかわいそうとか、うん、そういうふうに見ないでほしいっていうふうに話していたんですね、うんうん、あのまあ、私たちよりも何て言うんですか、人っていうのは自分よりもこう下の下っていう言い方はまあ語弊がありますけれども、こう何かできなかったりっていう人を見つけることで安心したりとか、なんかそういう人のことをかわいそうって思うことで自分のプライドをこう守ろうというふうにする傾向でありますけれども、その障害者の方自身は別に自分はもう常にあもう生まれた時から手がなかったその状態で生きているので、別にかわいそうとかそんなふうに見ないでほしいっていうふうにおっしゃっていたんですけれども、はい、どうですか、その障害者の方とこう触れ合ってというか関わっていらして、はい、何か感じることっていうのはございませんか。私が感じるのは、はい、あの彼ら、はい、仕事して、はい、仕事が楽しいって言ってくれるんですよ。なかなか、まあ、社長を目の前にして言うのもあるんですけど仕事を楽しいと感じるって、うん、いやいいことですよね、はい、障害者の方はね、はい、吉田君が楽しいと思ってあそういう皮肉につながってしまいましたか。あのなかなか自分がやってる仕事が楽しいって感じれるっていうのはすごく、まあ、なかなか ね、 いやでもねサラリーマンの人たちそんなにもう私の仕事ってすごい楽しいいやもうビジーって感じですね。なかなかいないですよね正直言うとね、はい、それを彼はそのやっていて楽しいと言ってくれる、これはすごいなと思いますね。いやすごい、はい、楽しいと感じれる、 やりがいを感じるんでしょうね。やっぱりね、はい、何回も言う彼ら個性があって、はい、いいところをまず見つけてやるっていうことが基本だと思うんですよ。でいいところを見つけてやって、その成果としてきちんとしたね結果を出せばそれを褒めてやる、その繰り返しだと思うんですよね。と褒めることによって彼ら自信を持ちますから、はい、次のことへこうステップアップしてチャレンジしていこうっていうことにねまた結びていくと思うんですね。まあ、あの正直申し上げて、まあ、生まれてからずっと学生生活のことでなかなかこう褒められるってことがチャンスがなかった子たちが多いと思うんですけれど、まあ、そういうことからするとね、まあ、そういうことを仕事の上で成果を出して、はい、それが給与につながったり賞与につながったりしていくとね、はい、あのまた違った、ね、成果が出ると思いますね。大きいですよね、はい、なるほど。ということで、はい、今年の感謝祭というのが、はいはい、どういったものかご宣伝お願いいたします。はい、実はですね、あの来週の6月の11、12ですね、はい、第8回日装ピア夏の感謝祭ということで、はい、障害を持った彼らが、はい、まあ、地域の社会の皆様とか、お世話になっている皆様に恩返しということで、彼ら自身が、まあ、おもてなし、お客さんおもてなしということで、日装ピアの、新横浜のビルでですね、その感謝祭というイベントを行います。でその今回はですねテーマが、ピアマルシェという横浜ピアマルシェということで、彼らがあの地域貢献の一環でですね、あの近くの横浜の農家さんに、あの実は農作業のお手伝い行ってるんですよ。はい、で彼らが手伝った、野菜が実際その日に彼らの手で販売されるという。今写真が今出てますけど、はい、あのガッツポーズしてる私ですね。これあの、うん、浜尾さんに掲載された記事ですね。はい、あの掲載していただいたんですけども、うん、実は社長自ら長靴で農作業に行くだけです。ちゃんとやってますよ、ね。はい、これ、どこのどちらの農家さんなんですか。実はですね、あの平本ファームというはい、はい、さっきちらっと言ってましたけど、平本さんですね。はい、以前こちらにも、ね、はい、ご出演いただきました、はいはい、ちょっと協力していただいて、はい、畑の草抜きなんか、させていただいたんですけど、実際関西当地は平本ファームの野菜が、彼らの手で販売されるという、また彼らの手の加わったものがそうやって実際の社会にこう放たれるという、彼らとしてもかなりモチベーション高くなるんですよ。いやそれはすごいですね、はい、でイベントの中では彼らが毎日行っている仕事なんかを、彼ら自身が作ったパワーポイントでプレゼンしてくれるんですよ。はいはい、なかなか、そういった障害を持った方と触れ合う機会、少ないと思うんですけども、はい、そうじゃなくてこちらから、社会に発信できればなという、はい、いうことで、はい、そういう社会ですね、
あのオープンイベントですね、はい、あの当社の場合大体年間に600名ぐらい の, あの見学者の方がお見えになるんですよ。そんなにいらっしゃるんですか、はい。まあ、これからお仕事をしようという障害者ご本人もそうですし、はい、それから学校の、ね、保護者の方、先生方、それから行政もあり、最近はあの企業さんの方がね、これから雇用するっていう、はい、あの意味合いから企業さんの方も多いんですけど、それとはまた別にね、年に1回そういうわけで、はい、オープンで、もうあの出入り中、まあ、近隣の方も含めてね、お越しいただくと。で、一つは、まあ、彼ら自身が自分たちがテーマを決めて2日間あの接客するということが一つ、それをもって彼ら自身が結果として自信を持つということ、それと、まあ、まだまだ正直言って障害とか障害者っていうことについてね、なかなか理解が深める機会がないんで、まあ、あの2日間来ていただくと、障害者ってこういう、みたいなね、まあ、まずは明るく、絶対もう間違いないですよ、はい、明るく元気にみたいなところ始まってね、はい、まあ、障害者と、ね、我々と区別がつかないみたいなところがね、はい、まあ、そういう意味での2日間にもしたいということでね、これも8回目か、そうですね、今回8回目ですね。毎回テーマを決めながら、先ほど話しましたように、はい、今年は横浜回りしてということで、まあ、そこで、まあ、障害者っていうのも障害を抱えてるからで、福祉の受け身だけじゃなくてね、自分たちもできるような社会貢献があるんじゃないかなということを一つのテーマにしながら、まあ、きっかけとして今回のお作業をね、はい、お手伝いするということでね、それでなおかつ自分が作ったものが、まあ、市場に受けられればということをね、実際にその土地に行っちゃうっていうのがすごい行動力だなというふうに思いますけれども、ね、はい、今回あの8回目で、まあ、初めての企画ですね。あのちなみにあの今回のあの感謝祭は昨年に私の方がプロジェクトリーダーやってます。お、はい、そうなん、吉田さん素晴らしいですね。プロジェクトリーダーは2年連続ってないんだよな。どうなんですかね。なんかあの去年終わった時にはですね、私にあのリーダーを選ぶ権利があったんですけど、はい、自分で気がついたのは私がやってたという。へ、はい、ハマっちゃったんですか。ああどうなんですかね。そういうことでいいですかね。やりたくてやってる。やりたくてやってる。あ、それが内輪の話だと信じます。はい、ということで、じゃあ6月の11日と12日、こちらは Facebook ページで、はいはい、参加というふうな形ですと、はい、いろんな出し物がありますんで、はいはい、お待ちしてます。12時から、はい、16時まで。参加したいという方は、はい、こちらにメッセージですか。はい、フリーのイベントですので、当日あ、あの、ね、来ていただいても大丈夫です。 Facebook の参加表明していただいても、はい、今年はね、例年以上にあの予約の方々結構多いんで、まあ、あの私どももね期待してるんですけど、はい、彼に与えてるのは、はい、600名動員、はい、なんか増えてないですか。500名っていう話ですよね。ここで去年が一応最高で480ぐらいだったんですよ。なんとかね動員したいと思います。最寄り駅は、新横浜ですね。新横浜ですね、はい、駅から歩いて大体10分ぐらいのところ、はいはい、まあ、実際にはあのウェブページの方を見ていただいて、はい、アクセスいただければと思います。はい、ということで、はい、せっかくですからプレゼント施策も、はい、まあ、どういうふうに考えて、まあ、前回もね、はいはい、プレゼントさせていただきました。はい、でプレゼント、前回はですね、これをちょうどいらっしゃらなかったんだけど、すいません、そんなにもう言われなくて5個だったかな。そうですね、前回5個、前回5個で、はい、今回も一緒っていうのはなんですから、これを10セット、はい、でこの番組の中でのプレゼントとして10セット、はい、あの贈呈したいと思ってます。あ、これはご覧の方々に抽選でとかじゃないですか。この場でお二人にまずはお渡しします。この場で、はい、どうぞ。ありがとうございます。やった。どうしたらいいかな。そうですね、浜っ子ストリームご覧の皆様に、見ていただいた方、ミストピアのフェイスブックにメッセージでちょっとキーワード、はいはい、何しましょうか。社長、キーワード、やっぱりピアタイム。ピアタイム、ピアタイム、フェイスブックのページにですね、メッセージでピアタイムと入れていただければ先着10名様にこのポーチの方プレゼントいたします。素晴らしい、はい、10種類入って10名様、はい、はい、いただけるということです。これまたないキーワード、ピュアタイムですね。ピュアタイムです、はい、ぜひフェイスブック書いてください、はいはい、まあ、フェイスブック書いていただくと日常のね、いろんな活動も分かると思いますし、はい、いろんな意味でね理解していただいて、
それをシェアリングしていくとまた、ね、どんどん広がってきますよね。じゃあ Facebook で日ソピュアと、はい、検索していただければ、ね、はい、出てくると思います、ね、これイベントの時にいただけるんですか。イベントの時はまた別にあるんですね。社長そこまで行きますそこまで行きます素晴らしいと言いますと、じゃあご郵送されるんですね、はい、そうですね、はい、あのメッセージキーワードをいただいた方にはご郵送でこちらの方、はい、素晴らしいですね。感謝祭来ていただいた方には、はい、じゃあ、ま、感謝祭に来ていただいた方には特にこの番組を見て、はい、で浜っ子ストーリーも見たと言っていただければ受付に行っていただいたらその時にあの桂歌丸さんじゃないけど豪華な言っちゃいましたよちょっと違うかな。ちょっと変な汗、あのリーダーとして変な汗が出てくるんですけど、ね、まああのなんかプレゼントをね、はい、差し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。というのでぜひ皆さん11日12日あの前にメッセージしてから、そうですね、Facebook、ぜひね、ソフィアさんの Facebook に行っていただいて、はい、行かれてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今日1時間日ソピュア株式会社の代表取締役社長宇田川俊明さんと、サーバントスタッフリーダーもされていらっしゃいますね、吉田聡さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。続きましてはニュースです。横浜市政策局と横浜市男女共同参画推進協会は6月5日フォーラム南太田で育児と介護の両方を担う人が働き続けるためにどのような支援が必要を考える談話の機会、ダブルケア超高齢少子化社会の課題を対話によって乗り越えるを開催します。対話の場は横浜市政策局が観学民の多様なセクターからの参加者が同じテーブルで議論することにより未来の政策課題になりうるテーマについての視点を深め解決に向けて動き出すネットワークを構築する横浜会議フューチャーセッションの一環です。育児と介護の両方を担うダブルケアに焦点を当てたのは今回の横浜会議を共催する横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター准教授の相場直子さんと英国ブリトル大学教授の山下純子さんです。子育て支援に取り組む NPO 法人シャーロックホームズの協力を得て市内の母親たちを中心に全国の20代から40代の女性に調査を実施した結果から育児・介護など対象者ごとに分断された行政サービスによる時間的負担、教育費と介護費用の経済的負担など精神的にも金銭的にもリスクが増大することが分かってきました。さらに NPO 法人ワーカーズコレクティブ協会代表理事の中村久子さんによる家庭内に隠れていた無償の介護を地域での支え合う仕事としてデザインとした市民の力や地域の変化についての講演に続き地域の介護・育児の現場で当事者に接している専門家らがダブルケアの現状・支え合いについて提言し全体でディスカッションを行います。最後に横浜国立大学学長の長谷部雄一さんが全体統括の話をします。横浜国立大学の相葉直子さん、直子准教授は今回は企業の方々にも参加していただくダブルケアの当事者が人間らしい働き方や生き方をするために求められる支援の一つの形としてのダブルケア産業を非営利セクター、行政、大学、企業が連帯しながらどう形成するかについても考えてみたいと話しています。はい、これまさにみゆきさんと何かこう関わりのありそうな話題だなというふうに思いますけれども、働くお母さん方ね、はい、あと何かこううなずいていらっしゃいましたけれども、はい、何か知っている単語は出てきましたか。
知ってる単語がいっぱい出てきてるんだけれども、はい、やっぱりここ大学がね、はい、関わってね、はい、やっぱりこう横浜市、うん、それから、まあ、企業の人もそうだけれども、うん、そういうところと関学さんというね、はい、よく言われてますけど、はい、いろんな人たちがコラボして何か新しいものが生まれてくるっていうのは、うん、そうですよね、とても素敵だよね。なるほどね、わ、うん、はい、かりました。はい、何かね、いやこういう女性で、女性だったり横浜と、うん、はい、まあ、今まとめていただいたのでよろしいかなと、まとめちゃいましたね、はい、すいません。いや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 、ありがとうございます。カトリナがまとめるはずだったやつをまとめてしまいました、ね、いや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 、ありがたいですよ、はい、ということでしたけれども、はいはい、今週はもう木曜日で、浜子ストリーム終わりですが、来週火曜日は、火曜日はですね、実は、はいはいはい、これちょっといいですか、お願いします、はい、なんか前回レインボーの、はい、ありがとうございます、レインボー21でフェリスの方々ご出演いただきましたけれども、戦争と音楽、光から、あ、闇から光へですね、はい、サントリーホールの、ショーホールから、演奏しますが、からというかショーホールで演奏しますが、はい、そちらに 私も2曲目で、アンサンブルのメンバーで、はい、演奏します。戦争と音楽、着々と、まあ、練習は進んでいまして、うん、とても、こう、まあ、経験したことないですからね、わからないんですけれども、うんうん、やっぱり戦後70年ということで考える節目の年でもあると思いますし、もう戦争っていうのはやっぱり二度とあってはいけないことだと思うんですね、はい、憲法9条は変わっていますが、そういったこと、あ、変わりつつはありますが、失礼いたしました。はい、そういうことで皆さんのこう考えるきっかけと、うん、こう戦争、平和について考えるきっかけというふうになっていただければいいなと思いますし、はい、それを音楽で表現させていただきますので、はい、まだチケットはございますので、サントリーホールのページに飛んでいただいて、はい、チケットをご購入いただければなと、はい、ということで、私もこれ聞きに来ますんで、はい、来週の浜っ子ストリーム、あ、小泉も聞きに来ます。本当ですか？みんな聞きに行くんで、番組の人がいません。あら。ということなので、来週の火曜日は浜っ子ストリームお休みさせていただきます。はい、じゃ頑張って代わりに歌っています。はい。はい、のでちょっとそこはまあ流せないですけれども、ね、はい、じゃその後の木曜日は感想をね、ちょっとね、お届けできればというふうに思いますんで、じゃあ私がリポートしますよ。そうです、あなたがゲストになって私が聞くというね、はい、そうですね、そのパターンで、参りたいと思います。ということで皆様も、はい、暑いですけれどもね、水分補給はとって、良い週末をお過ごしください。お過ごしください。はい、ではまた、また来週の木曜日、火曜日はごめんなさい。さあ息が詰まって苦しいなら、さあこの窓に来いよ、風を受けよう。ここは横浜151年。